よ、シンジ。この攻略法、いけるだろ。コロナの幼馴染、セル。確かにこれはやばいな。でももっと精度を上げないと使えたもんじゃない。この攻略法、極めようぜ。ああ。攻略法、この業界とは切っても切れない闇である。スロ打ちなら一度は大当たりを意のままに出してみたい、そう願うのが当たり前。そのため当時はありとあらゆるところに怪しい攻略法広告が載っていた。もちろんこれらは基本詐欺、痛い目に遭った人も多かった。でもお金を払ってでも大当たりを自在にしてお金を得たい気持ちは十分すぎるほどわかる。それはコロナたちも同じであった。ではコロナたちは一体どんな攻略法に手を染めたのか、その手順を公開しようと思う。まず機種は何でもいい、今回はジャグラー。手順はとにかくシンプルである。マックスベッド状態にしてレバーオン。この時よそ見をする。ダメか。今のはわざとらしかったな。もっと無意識を意識しなきゃ。なんだよ、無意識を意識って。そうなのである。きっとスロ打ちの6割近くが通るであろう道、無意識で叩いたら当たった偶然を攻略法と呼んで再現する病。きっかけはツルが呼び出しボタンを押そうとした際手をぶつけの先光り当たったから。これだと思ってしまうツルのバカさと、マジかと信じきるコロナのバカさ。そういうわけで今彼らは攻略の真っ最中である。ツル、何それ。無意識で叩くなら心を無にするしかない。だから何も考えない、無になる、その時まで。こいつ天才か。俺もやる。言っとくけどむずいぞ。心を静かに、何も考えず、無心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 無。ツル、これダメだろ。レバーいつ叩くんだよ。俺も今思った。なのでツルの成功例を一つずつ試すことに。1、ドル箱を開けた時偶然当たった。あ、結果そもそもそのドル箱が作れない。に、空箱で試すも怪しまれ却下。2、コインを拾った時頭が偶然当たった。痛い。結果痛かった。あ、皆さんご存知の通り、狙ってやると実は難しいし、マイゲームやるととても怪しい。3、後ろの台を見てたら当たった。結果この店に客がいない。パチスロコーナーにほぼこの2人しかいない。毒されて。いや待て、客ならいる。は？どこに？あ、ってことで最強フォーメーション完成。まさに互いが互いのためにある布陣。これならよそ見し放題だ。完全に無意識をものにする。そして二人は当然負けます。くそ、チラ見してない時に当たりやがる。完全確率なんで。なんでこんなにハマるんだ。お店と設定が悪いから。しかしそんな正論は当時の彼らには通じるわけがない。今彼らは自らの信じた攻略法を貫いているのだ。よそ見失敗。ビッグか、いいな。ん、信じ成功、完全無意識。え、マジで。マジだ。そしてこうして自称攻略法で、少なくとも今この二人は心からパチスロを楽しんでいる。これはこれでパチスロという娯楽の枠組みで考えれば。もう来た、俺にもよそ見成功。よし、勝てる勝てるぞ。勝ちではないか。いや、これ負けだろ。2連続万枚で大金を手にし、バイトを辞め、わずか1週間で
現金残り5万です星座。魔法のカードには MP 全回復あるのだが。カードには絶対手をつけない。絶対明日は勝ってやる。そう誓って選んだ台はサラリーマン金太郎。誰もいない毒されてんで。金太郎を選んだ理由は2つ。1つは初打ち万枚超えしたこと、もう1つは後ろの台がナイツだから。豊富な予告音はよそ見に最適。あとは誰か座ってくれ。そう願い、2万円が溶けた頃、ついに背後に人影が。あ、スル。まるで当然と後ろに座る。そう、彼らには言葉は必要ない。ジンジ、なんか勝負かけてんな。ナイスアシスト。それが親友である。そして2人の深い絆を確かめた結果、順当。給料日は月末。明日から働いても月末入るからね。で、早速明日からと言いたいけど、教育係が連休取ってるのよね。なので3日後の15日からスタートでどうかな。ぜひよろしくお願いします。はい、では15日から。あと、その頭なんだけど。ああ、やっぱ言われるか。そりゃそうだ。はい。申し訳ないけど短髪にできるかな。そっち？金髪はいいのかよ。よし、ともあれバイト面接無事通過。あとは当初の目的通りがっつり稼いで、もっともっとギャンブルするんだ。この目的は歪まない。あと、その前に髪切らなきゃ。けど手持ち14,000円、魔法のカード MP は3万、合計44,000。なんで1週間前は手持ち7万、カード MP 完全回復だったのに。何が悪かったんだろう。よそ見打法なんかにはまったせいです。でもまあ、バイトの給料日まであと18日、交通費食費はなんとかなるな。手持ち14,000円、魔法のカード残高3万円、合計44,000円。18日後の給料日、44,000÷18イコール2444.444円。1日あたり約2400円も使える。あ、髪切るんだ。安いとこあるかな。この頃都内の至る所にクーポン雑誌のスタンドが置いてあった。カット2,000円、ここにしよう。お目当ての店も見つかる。またカップ麺でも買っとくか。まともな生活。今夜の飯買うし、入ってから考えよう。ありがとうございました。コロナ保存食を2個だけ購入。その心は。よく考えたらパチスロ打たないし、毎日2000円以上使えるんだから備える必要ないじゃん。それにもしもの時に備えてお金を極力減らさない方が気分的に楽だしな。一体コロナはどんなもしもを想定して買い控えたのか。もちろんパチスロである。もしも急な激アツイベントがあったら、期待値の高い台が目の前にあったら、それに備えるのがスロ打ち。1000円のものを買うのにためらうが、サンドには何の迷いもなく1000円を入れる。それがスロ打ちの断り。その断りに従い、もしも打てる台があれば打つ、なければ帰ればいい。これはそのためのパトロール。しかも計算によるマージンの裏付け。1日2400円は正直多すぎる。バイト先への電車賃は520円、それに食費は昼夜2回で1000円もあれば十分。つまり1日1500円。18日間で1万7000円も打っていいお金がある。このマージンの範囲でよく考えて打つ。これがスロ打ちの断り。そして、あ、運よく悪くこんな台を見つけてしまう。キングパルサー
ヤマサ、4号機 ST 機を代表するマシン。ゲーム数管理でボーナス放出。初当たり後はボーナスが128ゲーム以内に 70% 以上でループする。ストックがあればゲーム数狙いを一気にメジャー化させた台である。親友の鶴曰く、簡単だよこの台は。0から128ゲームとだいたい200から256ゲームあたりだけ打って、当たらなかったらやめ、当たったら128ゲームまで回す以上なんて言ってたよな。これまさにじゃんか。256ゲームまでなら2000円で済む。よしやってみるか、行くぞ。すると狙い通り2000円、240ゲームで大当たり。おお、本当に当たった。マジかこの台。つーか、カエルかわいい。萌えコロナ。わ、バーカよ。ボーナスは成立順に放出。こればかりは仕方ない。まあいい、あとは 70% 以上で128ゲーム内にボーナスが出るかどうか。でもまあ 70% もあるなら余裕だけど。強きコロナ。当時のパチンコの主流は各辺 50% だったので、そう考えると 70% はとても高い連チャン率に思えた。余談だが 70% などこの後登場するパチスロ北斗の件で、あれそうでもなくねと日本中のスロ打ちが思い知らされることになろうとは。それは置いといて。よし2連目、さすが 70% 以上。もまたバー。しかも96ゲーム回して追加2000円投資。地味に痛いな。総投資4000円、そして110ゲーム、待望のビッグ。やっと来た。総投資7000円。つーか全然子役が落ちなくて3000円もかかったぞ。これで投資7000円。だいたいビッグで400枚くらいだから10日でトントン。しかもそれは即やめでの計算。128ゲームまで絶対回すし無理な話。あっさり128ゲームスルー。何枚やんだ、150枚くらいか。今やめてマイナス3000円くらい。まあ継承か。初めてのゾーン狙いがヒットしたのにこのしょぼ負け、受け入れられなかった。だったら続行。全のまれでマイナ7000円。でも全部入れればもう200のゾーン。最悪256ゲームまで行っても合計1万円負け。今日はそれでいい。よし、いた。245ゲーム大当たりだが、バー総投資1万円。さらにまた100ゲーム付近でのバーが2連続。あ、総投資14000円、現金消失。さらにまた即連せずに87ゲームで持ちコイン消失。つまりあと41ゲームのために魔法のカードを発動。1週間ぶりとなる MP0。 まるで財布の中身を見ながらもてあそばれてるような気分だ。そして戻るとゾーンでは当たったが、バー総投資17000円、112ゲームバー総投資2万円。ついに総投資2万円突入。マージン全て失った。いや大丈夫、食費を1日800円にすればまだ3000円くらい使えるはずだ。87ゲームバー総投資22000円。どうなってんだこの台。もう回す金が一食抜くか。そうだ、電車を片道にすれば5000円は使える。115ゲームバー、そして128ゲームスルー。総投資27000円。だこの理不尽なビッグレギュラーの偏りが ST 機の怖さ。これにより手持ち残金1万7000円となり、1日約940円生活。電車賃520円を引けば食費440円。できなくはないとコロナは思っていたが、彼は忘れていた。散髪代により1日830円生活が待っていることを。おいお姉さん、こっち。はい、
2杯ね。かしこまりました。1600円です。うたー、大きい。入るか入るか。入った。ほら新人、樽出せ。は、はい。コロナは今新たなバイト。どうした、体調悪い？いや大丈夫っす。ビアガールの裏方として東京ドームにいる。はい、できた。行ってらっしゃい。行ってきます。今やっている仕事は前出しと呼ばれ、ビアガールの背負うビール樽を運ぶ役目。一つ約10キロの樽を冷蔵庫から交換台へ持っていく。全体の流れはこんな感じ。前出し、樽の出し入れ、新人がメイン。樽替え、樽交換する作業の速さが求められる。シート、ビアガールへドリンク提供したり補給の回数チェック。行ってきます。最大10個に積まれた樽を冷蔵庫から持ち出し、試合中に延々と交換台へ運ぶ。実際数十分に一度程度の軽作業ではあったのだが、今のコロナにはきつかった。理由は耐えがたい空腹。食費を極限までスロに使ってしまい、給料日までの生活費は1日わずか830円。電車賃が520円なので片道を歩くなりして浮かせていたが、若い体には無茶すぎる計画だった。くそ、この樽飲み干したら腹いっぱいになんのかな。はい、皆さん、本日の販売は22時まで。残り時間頑張って。はい。ドームの規定によりビール販売は8回表または最大22時までとなっている。天井が決まるとビアガールにもそれが伝達し、22時ラストね。22時、了解。最後の補給のためラッシュが始まる。激しい空腹に耐え、ただひたすら樽を運ぶ。入った、これで同点。よし、販売終了、片付け開始。終わった、腹減ったけど昼に電車使っちゃったから徒歩で帰宅か。辛すぎる。自宅まで約40分歩く。いつものあれ言っとくか。ありがとうございました。ああ、生きてる。この頃の節約食はコンビニおでんのちくわぶ一つ。並々と注いだつゆを飲み干し、満腹感を得ていた。パチスロで金を失い、空腹での肉体労働、その中で得られる食べ物へのありがたみ、そんなのを感じつつコロナは思った。パチスロ打ちて。普通こんな辛い時に出てくるのはクズの定型文、もうパチスロやめるのはずなのに、一切懲りないのがコロナである。そして数日後。おっす、しんちゃん。ん？ああ、本田主任、お疲れ様っす。なあ、いいって、そのまま立つなって。休んだろ休んだろ。おっす。この人は現場主任教育係でもある本田さん、26歳。ちった慣れた？はい、なんとか。今のとこ優しく、指導も分かりやすく頼れるリーダー。つーか、しんちゃん思ってたんだけど、もしかしてあれ？は？金ないの？だってうちの業務、朝一のビール樽搬入して近隣の店へビール配達、それ終わったら待機、ほぼ5時間ほど自由時間、時給ありだぜ。で、周りにはウィンズ、パチンコ屋、宝くじ売り場、あんま関係ないけど。なのに毎日休憩所待機。そしたらギャンブル嫌いか金ないのかの二択。これうちのセオリーね。めっちゃセオリー通りで、好きなんだろギャンブル。大好きです。なはーだと思った。顔でわかる。何が好き？パチスロ、麻雀、競馬。なはー、オールスター、いいね。最近入った奴らみんな真面目ばっかでさ、遊べる相手欲しかったのよね。はあ、じゃそれなら行ってみようか。え？スロットだよ、スロット。え？ずっと打ってないんだろ。俺らにとっちゃ
飯抜きよりもきついよな。飯抜きよりもきつい。教育係としちゃほっとけないわけですよ。心も体も疲弊していく新人を見逃すなんて。なのでじゃん、貸そう。これで好きに打つがよい。どうせ食費にって貸してもスロー打っちゃうだろ。先輩と同じ1万円なのに真逆の考え方。よし行こうか。この金借りていいの？入って数日の新人に連れスロしたくて金を貸す主任。心から怪しさ満点だったが禁欲生活も限界に近く、あの1万円を見たとき正直心が踊った。もう打てれば何でもいいと超適当に着席。ほう、アレックス座るんだ。外し効果50枚以上、用をビタ押しなのにブラックリールで目押し難易度激高マシン。なるほど、腕に自信あり、スロープ崩れってとこか、しんちゃんは。と思ったが、通常時&ビッグ中、完全親父打ち。アレックス相手に目押しなし？こいつ、バカだ。いいね、こういうバカ待ってたよ。いいおもちゃできた。何か気に入った、しんちゃん。え？空腹と疲労と禁欲の日々を乗り越え、おお、ついに迎えた給料日。こんなに入ってる。ギャンブル解放。うお、よし、 MP 回復。この頃からコロナは給料が出た時点で魔法のカードへ全額返済するのが毎月の恒例となった。理由は一時的でも借金をなくしたいという気持ちと、どうせ下ろすのは分かっているので手数料のない方を使いたかったため。そう、魔法のカードには手数料がないのだ。つまり何度何円下ろしても無料である。これはコロナの人生で初の攻略法と呼べるものだったかもしれない。まあ手数料以上のボーリー払ってますけど、当時約 30% ともあれ、新しいバイト先での高給を得て心機一転、いい給料に見合う仕事をする気力も満ち溢れた。オーケー、ビールダル搬入お疲れ。お疲れーす。それじゃあ午後だけど、今日は施設への配達が少ないんで。そうね、この人は現場主任の本田さん26歳。なぜか気に入られてる。松田さんと日野さんで。はい。スロット行きたかった。日野さん、昨日3000枚出してたっしょ。今日はお預け。ちゃあ、あとはホース清掃だけど。主任、パチスロがしたいです。今日は豊田君にお願いするね。わかりました。よし、それじゃあ昼休憩入りましょう。解散。はい。よし、しんちゃん、飯行くか。はい。つーか、やめてよ、しんちゃんさ。え、なんすか？さっきのミーティング。パチスロ打ちたい。ホース清掃外して。ってやつがもうすげーの。バレてた。なんてな。初任給祝いで外しちゃった。え？今日は時間いっぱい打つぞ。はい。ああ、本田さん。これ。ありがとうございました。お？オッケー、また何かあったら貸したんよ。ありがとうございました。ま、もう大丈夫だろうな、うち給料いいし。はい、ちょっと驚きました。だろ？でも注意しろよ、今は野球シーズンだからこの全額で、オフになったらこの半分になるからな。え？ある程度は計画的に使うんだぞ。あ、わかりました。初高給に加え、理解のある上司との出会い、コロナは完全に落ちた。そしてこの日から主任による水道橋教育が始まった。ロト6？ やっぱ奥は欲しいよね。宝くじコーナーから仕込み。わかる。この日から奥狙いでロト6を毎日買うことに。飛ばすね。
1点に5口？それを10点。2億じゃ足りないんで。ちょっと寄らせて。はい。しんちゃんはどんな貼り方？低倍率にドカンと。わかる。もちろん競馬も開催日は確定。そして仕込んだ馬券を確認しつつのパチスロ。この1ヶ月間ただひたすら飢えて乾いて、その辛さを自らの働きで乗り越えた。コロナは今全力で幸せだった。ああ幸せそう。やっぱ一緒に遊ぶのはバカが一番。そんなクズエリート養成期を過ごしているある日。タケっすか？オッズカードで見たらさ、もう単勝 1.1 倍だってさ、今日の G1。 うひゅー、 1.1 倍。当時のコロナはとにかくオッズ重視、低倍率にぶっ込むのが好きだった。 1.1 倍、ドテッパンレースか。さすがにこのレベルは外せないだろう。くそ、1000万あれば100万のプラスか。早速2人でウィンズへ行くと。タケだろ、タケ。タケ。タケ？だもの、あえてのタケは外して。タケ行けよ、マジで。タケだよな。タケ。タケでしょ。楽勝。簡単だし。ありえない。いい馬。外せる？ドテッパン。コロナ、気づけば人生初のフルスイング。単勝10万円。投票完了。しかし初のフルスイングではあったが、本人は勝ちを確信しているのでお気楽だった。しんちゃん、馬券見せてよ。ダメっす、ケチ。そしていつもの店で打ちながら観戦。今スタート。あのさ、しんちゃん。何ですか？レース気になるのはわかるけど、花火で子役こぼしまくるのはどうかと思うよ。あ、なんか竹出遅れてません？ん？あ、いや普通だろ。ま、最終コーナーからで間に合うだろ。竹、ここで仕掛けだ。果たして間に合うか？いや待て、間に合ってくれないとプラス1万が。いや、おっと竹、ちょっと動きが良くない。これは戦闘馬の独走態勢か。あ、いやそうじゃなくて、タケ、もはや追いつけない。俺の10万。なんとこのレース大波乱となりました。こんなことってある？しんちゃん、何買ったん？うん、何も見てない。本田さん、おめでとうございます。もうしょうがねえな。しんちゃん、指令だ。おっす。本日23時より焼肉屋で本田主任 PGG 降臨おめでとう祭りを開催。祭り後は麻雀大会へ行こう。それにあたりメンバー残り2人速やかに確保せよ。これは演習ではない。繰り返す。これは演習ではない。イエッサー。焼肉、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 焼肉。うちの会社のギャンブル好きチームは、大勝ちしたら飯をおごるというホールインワン賞みたいなルールがあり。え、本田ちゃん PGG で焼肉と麻雀？はい。よし、それじゃあ今日もバリバリ仕事すっか。おう。まさに祭りの直前、近所の友達と集合してるような。ほら、シンジ、行くぞ。はい。なんとも言えないハイテンション。おのおのの心は麻雀、焼肉、麻雀、祭り。業務終了。はい、お疲れ様でした。心地よい疲れと濃く圧縮された欲が混じり、渦を巻いて解放される。よし、それじゃあ行こうか。
いただきます。すげーうまそう。あ、しんちゃん待った。この店の上ロースには裏の食べ方があってな。え、まず焼かずにご飯にのせ、は、包む、ぶち込む、おいちい、生のまま行く、うまみ成分。こうしてコロナはこの店で生肉に目覚めた。この野郎うまいのか、こら最高っす。よし、生肉食いにうるさい現代ではちょっと考えられない話。ごちゃです。なあ、お会計45,000円、1人頭約11,000円。いや、誰かがあれを覚えた猿みたいに。上ロース2つ。上ロース食いまくって、お会計がもう。自分もお金出します。いらね。はい。食い気味に答えんな。よし、そんじゃ麻雀で祭りの仕上げだ。おお。ロン。ツモ一発。ロン。ロン。え、ツモ。3,000-6,000。ロン。え、ロン。ロン。ロン。ツモ。闇。せっかく祭りでおごったのに、しんちゃん焼肉代自腹と変わんねえじゃんか。日野さんには勝てねえわ。悪いな、シンジ。おす。そして太陽が街を照らす頃に解散。よーし、祭り終了。ネーム、それでは皆の衆、また4時間後に会おうぞ。こちらでした。遅刻すんなよ。そして近くのサウナで8時半まで仮眠をし、9時には出社、10時からビール搬入配送を行い、昼ロトを仕込み、馬を仕込み、夕方5時までパチスロ。しんちゃん、たまには祭りの主催になってよね。そうなのである。気づけばこの職場ですでに1ヶ月以上経ち、一度の祭り開催もしていない。つまりほぼ全敗。先日の競馬10万負けもあり、お金がもはや虫の息だが、コロナに逆転の秘策あり。それは融資枠増額交渉。本田さん曰く、いけんじゃね、毎月きっちりほぼ全額返してるし、給料自体もいいし、7、8割いけるっしょと相談していた。その交渉結果は、熱々のちくわぶが全てを語っていた。次回のコロナもよろしくね。